ぞ。ご苦労様でした、雷影様、火影様。ナルトとビーは戦場に向かわせた。あいつらなら大きく戦況を動かせるはずだ。思い切った決断をしましたね、雷影様。ふん。四角、あの二人に戦況を教えてやれ。了解です。イノイジ。ああ、こっちはもう準備できてる。ナルト、それにビード、俺の声が聞こえるか？この声、四角のおっちゃんか？ああ、イノイチの術を使って二人の頭の中に直接話しかけてる。今から各戦場の状況を伝える。よく聞いてくれ。あんたどこまで暁のことを知ってた？お前よりは知っていたつもりだが。結局俺もあんたも人に利用された忍びだ。お互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな。今回もいずれ俺たちも誰かと戦う羽目になる。お互いやりづらい相手でなければいいがな。なるほど、江戸天聖の忍びに白い化け物が相手か。じゃあまだいろんな戦場でみんなが戦ってんだな。そうだ。だったら俺も加勢するってばよ。こっから全ての戦場へ一斉に向かう。多重影分身の術。第9章、影の戦い。悪意を感じるの。あ、急ぐぜ、Bのおっちゃん。せっかちナルトのおかげで俺様ケツカッチン。いや、おっと、まさかな。近いのか？もう懐かしく感じる。お前たちは、うちかイタチに、ナガト。まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか。まあ、これが、これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと？まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おい、
兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、 B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があれば、ナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。え、まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。 OK。 戦闘開始。魔法の片付けはどうなった？コノハを復讐するつもりだったのか。暁の念が入っちゃう。なぜサスケは里に戻らない？あんたの本当の極秘任務のことを聞かされて、里を潰すことを選んだんだ。でも、あんたの本当のことをマダラから聞いた。そういうことか。ハチ、俺の言うことに惑わされるな。イタチ、あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。あんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだ。でもサスケはあんたの意志を受け継ぐどころか木の葉を潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆は知っているのか？カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。でもマダラの言ったことは確証もねえから、カカシ先生に口止めされてる。他のみんなは知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉あるウチハ一族に変わりはないのだからな。それとサスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。さてどうなる。同日でナルトに何かしたのか？なんで俺の口からカラスが出てくんだよ。そういや、あの時、先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする？
お前にその力を渡しておく。なんだ、どういうことだ。あのカラス、お前のだな。何をしたんだ。うまくいった。うまく。ああ、そういうことか。何がどうなったんだよ。安心しろ、もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな現実をかけた。よって江戸天聖の術は打ち消された。木の葉の里を守れという現実だ。え？そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンに呼応して出てくるように細工しておいたものだ。もしもの時のためにな。どういうことだ。本当の力、永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。そうなった時、移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れ、サスケに現実をかける、そういう手はずだった。そういう手はずって。でもなんでそのカラスを俺なんかに。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか。陸道仙人の力、伝説の輪廻岩の力を。で、これからあんたは。え、いいの、おっちゃん。俺様のチャクラを。すまない、体が勝手に。あれって前世紀に戻ったか。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。あ、戦闘開始。ナルト、遠慮するな。もう一度使うぞ。その調子だ。魔導器してやっからな。手をかけさせて。すまない。これがイタチの力か。やっぱ強いな。勝負あり。あとは封印するだけだ。ナガト。